私は七世の天珠園行行。ねえ取引しないあなたが私の護衛になる代わりに私がリーウェで頭角を現すコツを教えてあげる。お城が買えるほど貴重な骨董品でも人が得る快楽はそれを手にしたほんの一瞬だけよ。商船の中で。 完璧なカリドは痕跡を残さないわ新しい投資先でも探そうかしらモラは大いに越したことないわあら雨ね傘はよろしくただの雪景色じゃない私が雪の砕け散る様を見せてあげましょうか今日は平和だと その目は信じない方がいいがわ目は嘘をつくからこんな風の強い日は漁師にとって災難をもたらすそして <laughs> 何でもないわおはよう重要性の高い案件から報告しなさい瑠璃帝と新月圏あなたはどちらがお気に入りかしら 茶屋が満席なら軍局閣にいらっしゃいまあお代が支払えるならねええ休みなさい何かあったらお知らせするから値段交渉もビジネス戦略も勢いと手段は二の次よ勝利を手にしたいのならまずは相手の手の内を読みなさい 私の印象が変わったと <laughs> あの時はあなたの力が必要だったから親切にして当然よでも今はあなたを大事な契約仲間だと思ってるから仲間同士嘘偽りはいらないでしょ私に関する噂あなたもよく聞いてるわよね <laughs> 私がどんな人物かはその目で見極めなさいもちろんあなたの意見も噂の一部になるけどこんなに一緒にいたのだからあなたは観察を学べたかしらでは試しに私を観察してみなさい私の腹心になるまでねそばに来なさい軍局閣は見える 最初は一つの部屋ほどの広さだったけど今はこのリーユへの上空を覆うことができるようになったいつかその規模が七国を包めるようになったらその時はあなたも私のそばにいなさいモラで解決できることは神の目を使うまでもないモラで解決できないようなことに関しては 今まで1回しかなかなったわバクトはいつも希望を次の才の目に託すけど最後に儲かるのは一度も才に触れていない道元よ帝君がいなくなったことはリーウェにとっても七星にとっても大きな試練私だっていろいろ悩んでうまく眠れなくなるのは久しぶりよ でも私は私の目標を諦めないいつか軍局閣で七国を終えるようにするわリーウェの古典文学にルリユリに対する賛美がたくさんあるけど今は絶滅危惧種になっていて玉境内でしか見られなくなっているわ有名でなかなか手に入らないから余計に値が上がったのよね あの船長ねたくさんの人から尊敬されているくせにいつも真っ先にルールを無視するのよね彼女が支払った罰金は新しい遠洋漁船が買えるくらいよどんなに言葉を尽くしても相手が我が道を行くなんてことあなたはまだ経験したことないかもしれないわねいい なるべくあの北斗船長とは合わせないでちょうだい勝利往生堂に尊敬されているあの先生は他人の知らないことをよく知っている彼の弱点を把握するまでいくら優秀な駒とはいえまだ使えそうにないわ悲運商会の次男坊ああいう性格の人が 私のことを気に食わないのはわかるし私も彼を困らせたりしない道同じからざれば愛ために計らずというのはこのことよ万民堂の小娘ねいつも私を疑っているのは顔を見ればわかるわ <laughs> ここ数年私が 万民道に送った資金援助の額をあの子が知ったらどんな顔するんでしょうねたとえカ羽ンウでも頼りすぎてはいけないわよ上手の手から水が漏るということわざがあるように大事なことほど自分の手でなし自分の目で見てこそ安心できるのカ羽ンウが世話してる娘のことかしら <laughs> 心配しないで他の人に言うつもりはないわあの船長もたまには正しいことするのねそういえばヨウヨは最近海鮮ばかり食べてるみたいよ野菜も食べさせるようカンウに言ってくれないかしら言うへんね最近ずいぶんと変わったのよねリーウエにとって かかかつてののの彼女の方が良かったのかそれとも今の彼女の方がいいのかもう少し時間が経たないと判断できないと思うわモンドの代理団長きっと真面目で繊細な女性なんでしょうねその適切な言葉遣いだけでなく手紙の畳み方さえきちんとしてるわ <laughs> 見落としてしまいそ,うな場所にこそ,その人の本当の品格が宿るのよあなたなら複雑なしきたりを守る必要はないわ楽にしなさいでも私の時間も大事にしてほしいから説明は簡潔にお願いね子供は無邪気だから彼らからもらった情報は一番価値があるものだと思っているけど あなたはどうなのあなたが私にくれるものはどんなものかしら最近あることを考えているわもしあなたをリーウェイに足止めできたらいつかもしかしたらこの年の <laughs> 考えただけよこの投資は割に合うかどうか まだ考えるる必要があるわモラを使って便宜を図るという私のやり方を学ぶといいわでもこれだけは覚えておいてモラで作った関係は一時的なものよ <laughs> それは私がモラであなたを試すようなことをしない理由でもあるわいい投資だったわ モラの収益はそんなにないけどあなたと過ごした時間はいい見返りになった <laughs> どうやら私はまた勝ったようねだってあなたに賭けてたんだからリーユえ1000年をやってみないあなたの棋士としての実力を見せてもらうわ悩みふ、うん リー七世の悩みを教えたらあなたは受け止められるそれにもしあなたがうっかり言ってしまった時は鶏と豚骨を弱火で煮込んだだしを柔らかい白菜の芯にかける食に対する執着はそんなにないから普段はそういうものを食べたらもう満足よ縁石で 黄金ガニという高貴な料理を必ず頼む人を見たことがあるけど何とも言えないわあの料理で私を招待するくらいなら直接モラを私に渡した方がましよ武踏は知的さに欠ける下作中の下作よ時間とモラを引き換えに力を手に入れるねえ面白い その価値を認めるわあなたはどんな気持ちで頑張ってきたのかしらし <laughs> 言わないで見抜くのにもう少し時間をちょうだい誰かを肯定するなんてめったにしないけどどうやら褒めずにいられないようね <laughs> あなたはよくやってくれたわもし あなたのような人が私の部下にもっといたらう <laughs> うん、うん、あなた一人で十分かもね。